はい、こんにちは。 SFL 前半調子悪く後半調子戻ってきた感じあるんですが、期間中に変わった手応えの変化とかありましたか？まあ、自分の中で明確に1個の基準はありますね。後半から調子が上がった理由とか知りたいです。まあ、これ自己責任なんですけど、1個は食事をちゃんと厳密に変えて、自分の中でのそのメンタルをしっかり切り替えたというのは、まあ、自分の中ではそれが理由じゃないかなと思ってます。最初からやっとけよって話なんですけどね、それは。ただまあちょっといろいろ事情もありまして、